オープンバムズはデジタルエクイプメントコーポレーションによって設計されたタイムシェアリングシステム、バッチ処理及びトランザクション処理用のオペレーティングシステムである。当初は単に VMS と一般的には呼ばれており、元々はバックスシステム上で動作していたが、後に DECα とインテルイタニウムに移植された。2014年ヒューレットパッカードは VMS ソフトウェア、インクにオープンバムズの将来のリリースを開発する独占的な権利を与えると発表した。1975年4月、PDP-11 用に3 2ビットの仮想アドレス拡張を設計するために DEC はコードネームスターというハードウェアのプロジェクトを開始した。それに伴ってスターファミリーのプロセッサ用に RSX-11M を元にした、全く新しいオペレーティングシステムを開発すべく、コードネームスターレットというデビッド・カトラー率いるソフトウェアのプロジェクトも1975年7月に開始された。これら2つのプロジェクトは、当初から緊密に統合されていた。スター・スターレットの両プロジェクトは、バックス -11、780コンピュータと、 バックス -11VMS オペレーティングシステムとして結実した。年を経るにつれて製品名は変化していった。1980年にはバージョン2.0のリリースに伴ってバックス VMS と改名された。1991年にはポジックスやユニックス互換性といった業界標準のサポートを示唆し、さらには DEC の6 4ビット d e c アルファリスク CPU への移植が進行中であったので特定のアーキテクチャとのつながりを断ち切るためにオープンバムズと再度解明された。オープンバムズの名前はバージョン5.5のリリースとともに最初に登場した。VMS の d e c アルファへの移植は3 2ビットと6 4ビットの 各アーキテクチャ向けに別々のコードの作成を必要とした。1992年には、アルファアクスプシステム用の最初のバージョンのオープンバムズがリリースされ、オープンバムズアクスプ V1.0 と名付けられた。その後、オープンバムズアクスプ1.5がバックス VMS 5.5相当としてリリースされた。1994年には、 オープンバムズバージョン6.1のリリースに伴って、バックスとアルファ版の機能が同等になった。その後のバックスとアルファ版の製品のバージョン番号は一貫している。2001年 DEC を買収したコンパックがヒューレットパッカードへ吸収される直前に、オープンバムズをインテルイタニウムアーキテクチャへ移植することを発表した。この移植は、 アルファのコードを利用して行われ、バックスコードの成熟もあって移植プロセスは大幅に簡略化された。バックスコードベースのスナップショットがアルファリリースの元として使用されたバックス版のアルファへの移植と異なり、オープンバムズのアルファとアイテニウム版は共通のコードベースを利用してビルドされている。 最初の試作品クオリティのリリースであるオープンバムズ IA64V8.0 は2003年に出荷された。最初の製品クオリティのイタニウム版リリースであるオープンバムズ V8.2 は2004年後期に出荷される予定だったがオープンバムズイタニウム移植版は2005年1月18日に発表された。V8.4 で HP Integrity VM のゲスト OS としてサポートされた。OpenBums は3つのレイヤーに分けることができる。OpenBums はクラスタリングをサポートし、これにより特別なハードウェア、またはイーサネットで接続された複数のシステムが処理、ジョブ Q、プリント Q 及びディスクストレージ、ファイルとファイルレコードを共有することができる。この場合の共有は、 分散ロックマネージャーを使用したシェアードエブリシングと呼ばれクラスタ内のすべてのシステムから同時にアクセスが可能であるイーサネットによるクラスタはローカルエリアネットワークビムスクラスターを意味するラベックと呼ばれるオープンバムズは単一クラスタあたり96ノードまでサポートしバックスとアルファシステムあるいはアルファとイタニウムシステムが単一のクラスタ内で共存するような 混成アーキテクチャクラスターもサポートする。オープンバムズの特筆すべき機能の一つがコモンランゲージエンバイロメントであり、これはプログラミング言語から独立して、スタックやレジスタの使用も含めた関数やサブルーチンの呼び出し方を定義する厳格に定められた標準である。これにより対象となる言語の実装の詳細を知ることなく、 ある言語で書かれたサブルーチンを他の言語から呼び出すことが可能である。オープンバムズ自体は多種の異なる言語によって実装されており、ほぼ全体が C 言語によって実装されているユニックスなどのシステムとは対照的である。オープンバムズはストリームやレコード指向の入出力、アクセスコントロールリスト、ファイルバージョニング等をサポートする非常にリッチな ファイルシステムを持っている。例えば、ファイルバージョニング機能により、ファイルの編集、保存を繰り返すたびに、ファイルの名の後ろの番号がインクリメイトされる。最も大きい番号が最新版である。また、ユニックスとは異なりファイル名の大文字と小文字は、区別されず、ディレクトリのパス名は大括弧で囲む必要があり、パス名内のディレクトリはピリオドで区切る必要がある。 つまり、ユニックスでの、ホーム、マイネーム、ワーク、フー、C は、ホーム、マイネーム、ワーク、フー、CN のようになる。EN、オープンバムズファイルシステムを参照のこと。VMS は、エポックからの経過ナノビオを64ビットで保持する、ことで時刻を管理している。オープンバムズのエポックは、修正ユリウス日が例となる1858年11月17日の、 真夜中である。商用オペレーティングシステムでありながら、1997年には、オープンバムズホビーストプログラムの一環として、オープンバムズと複数のレイヤー化された製品が、ホビーストの非商用利用については、無料で利用可能となった。それ以降、オープンバムズ用ソフトウェアを生産している複数の会社が、自社の製品を同様の条件で利用可能とした。 ありがとうございます。